ヤフーオークション出品中の CB750 外観左側の確認動画です。フロントフォーク、こちら左側ブーツ破れあります。インナーパイプ、ひどい錆は出ていないような感じです。アウターチューブ、やや使用感ありますが、大きなガリ傷、テント傷、割れかけ、クラックなどもなく良い状態かと思われます。フロントホイール、こちらも特に曲がり歪みなどもなく、この年式の車両のものとしては、比較的綺麗なものかと思われます。フロントタイヤ、水残り十分あり、そのまま十分ご使用できます。フロントフェンダー、左側、特に大きく、目立ったへこみ等はありません。右側の動画で紹介しておりますが、右側に、少しへこみ等あります。ヘッドライト、特に割れなどもなく、ケースなども綺麗なので、とても良いものかと思われます。またウインカーなども割れなどありません。メーターカバーも、こちら少々使用感あるものの、特に大きな破損等もありません。外装カラーリングは、パープル。こちらタンク大きなへこみ等もなく、形きれいに整っていると思われます。若干小傷等はあるものの、きれいなタンクかと思われます。サイドカバー、特に割れなどありません。またフェンダーなども、とても綺麗です。テールランプも割れなどありません。シートは、こちら純正のシート。書類ケース、残っております。エンジン周り、外観目視での確認ですが、今現在、特にひどくオイル、だらだらと垂れ落ちるようなオイル漏れ等はありません。この辺り、少し、オイル付着汚れ等ありますので、少しオイルにじみ等、あった車両かと思われます。ですが、先ほどエンジン、指導をかけております。エンジン指導、動画撮影しておりましたが、エンジン指導後、今現在こちら、地面濡れている状態ですが、オイルが、垂れて、虹色に光るような、オイルだれの跡等もありません。こちら、マフラー刻印 HM341。 マフラー特にひどい、損傷ともなく、綺麗なものかと思われます。リア札、こちらは、錆等出ております。使用感あるものとなっております。リアの足回りですが、こちらもリアホイール、少々錆等はありますが、特に大きな曲がり歪みもなく、形、綺麗な状態です。タイヤも、タイヤも水残りあります。十分、そのまま交渉していただけるようなタイヤかと思われます。全体的な外観ですが、やや使用感あり、やはり年式相応、使用感はあるものの、全体的な形整っていますので、サイト装などして、磨いて、綺麗にしていただければ、かなり良い車両に仕上がるかと思われます。以上、外観左側の確認動画でした。